昨年ですね、正式に制度としてテレワークを導入したというちょっと経緯がございまして、どこでも仕事ができる環境をですね、構築しないとビジネスの継続が難しかったと。お客様から会社の方にお電話いただいても、なかなかつなぐことができずにですね、ちょっとご迷惑をおかけしているというところもあったんですけれども、オフィスリンク入ってですね、どこでも仕事ができるようになったということで、今はダイレクトにお客様から社員の方にも連絡を入れられるようになってますので、それによってお客様からのそういった信頼ですとか、あるいは社員からしてもすぐに対応ができるというところでは大きく改善されたんじゃないかと思います。事務担当者の負担が非常に減りました。いろんな変更とか、急に新しい社用の電話が必要だっていう時のセッティングも含めてですね、すぐに対応ができるようになりましたので、その点でも臨機応変の対応が自宅でも、あるいは会社来てでもできるというところが非常に大きかったかなというのと、あと現場の社員からしても、新しい社員が入った、でなかなか今までと違って対面ですぐに会えないケースであっても、フォンアプリ見ればどういう社員がどこの部署にいるかというのはすぐ分かりますので、そういった使い方をしてもらっているところもあるかなと思います。まだ電話というところに収まっているところはありますので、もう少しそのコミュニケーションというところで、特にその社員間でもですね、もっと積極的にコミュニケーションを取ってもらえるように、何か仕掛けができないかなというところではちょっと考えているところですね。